サイドのスペースを使います。そのまま打つ、クロスに合わせるというシュートシーンでした。さあどうしますかね。受けます、上げる、絶好の位置だ、トラップからゴール、先制。トラップからシュートまでいかがご覧になりますか。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。左サイド上がっていく、さあ上げられるか、ボールを上げる、飛び込んでいってダイビングヘッドでした。ダイビング飛び込んでのシュートでしたね。スライディング、左サイド上がるか、前を向くことができるか、スペースを狙ってきます、ロングシュート、結局このロングシュート精度を欠きました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。前半最初のコーナーキック、どうだ、ここは早いチェックで奪いました。ボールつながります、ファールを取りません。早いボール上げてくる、ヘッド、素晴らしいポジショニングでした。素晴らしいポジショニングからのヘディングシュートでしたけど、少し力がなかったですね。切り込むか、シュート、ここでコーナーキック、時間はあまり残されていません。どういうふうに時間を使ってくるのか注目したいですよね。投げる、ここはクリアします。時間の使い方も大事になってきますよね。どうだ、さあこの時間帯でセットプレーのチャンスです。こういう場面での時間の使い方大事になってきますよね。どうだ、これは直接キーパーへ、クエです、ラストオージャ、1点差で勝利、逃げ切りました。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。ラストオージャとして戻して、ウォルコット、ボールがこぼれている、絶好のパスだ、ゴール、ボイゴール、ゴール、ゴール、ボイボイゴール、ボイゴール、ボイボイボイゴール、いきなりの先制ゴール。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュするのか、そのためにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。この攻撃は続きませんでした。
さあ裏のスペースを狙います。渡ります。シュート、ゴール。なんでアートな。ここで試合は振り出しに戻りました。今のゴール奪ってから非常に早かったと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、高い位置で奪った勢いのままゴールに向かう、いい形の攻撃でしたね。切り込んでいく。さあスペースを狙う。ダイレクト。このシュートは左へと逸れていきました。コースが空いてましたから思いっきり振り抜きましたね。いい判断だったと思いますね。いいボール入ってきますよね。渡ります。来た。シュート。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。その出し手と受け手のタイミングが非常に良かったですね。ボールを取ります。ロングシュート。結局このロングシュート精度を欠きました。こういう武器もあるぞという意味では非常に効果的な一本になると思いますね。ボールを下げてリズムを作るか。当たります。シュート。ワンツーからシュートというシーンでした。ワンツーでの中央突破が美しかったですね。さあどのようなボールを選択するか。どうだ。サグレパク、コーナーキックが続いています。サグレパク2本目のコーナー、上げる。と行きたいところ。渡ります。どうだ。ヘッド。おっときた。頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。本当に中に2枚3枚入ってきますからね。見取れませんね。さらに前線へと行きたいところ。おお、いいボールだ。繋がります。絶好の位置だ。ここは大きくクリアします。そのまま打つ。絶好の得点機でしたがゴールならず。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。スルーパス。自分で言っても面白いんじゃないですかね。ダイレクト。シュートは枠にはいかない。ボールは渡る。
隙にしっかりつけ込んできます。相手のミスを狙ってからの形でしたからね。このチャンスは決めたかったでしょうね。渡ります。これはファールではありません。素晴らしい反応、積極果敢に打っていきます。スタジアムからはブーイングが沸き起こっています。さあ目が離せない。さあボレー、このボールはクリアです。わあ、ここで試合終了のホイッスル。両チーム引き分け、同点のまま試合を終えました。